今日の出来事や記念日、雑学などに合わせて選ばれたカードをご紹介。合言葉は今日は何の日？ポケカレンダー。はい、どうも特攻長です。6月8日はバイキングの日でございます。バイキングというのは西ヨーロッパを侵略した海賊を指す言葉ですけれども、アングロサクソン年代記という歴史書によれば793年の6月8日イギリスのリンディスファーン修道院を襲撃しまして、歴史上に初めてバイキングの活動が記録されたことから6月8日がバイキングの日と認定されました。ちなみにバイキングと言いますと野蛮な海賊というイメージが強いですけれども、商売の知識も豊富で航海術や工業などにも長けておりまして、実際には貿易によって利益を得ることがほとんどで、一般の人がイメージしているほど略奪行為は多くなかったらしいというのが最近の歴史研究で分かってきたそうです。学説によりますと、バイキングはもともと農業や漁業を営む人たちだったそうなんですけれども、当時西ヨーロッパではキリスト教が広まり始めた頃で、バイキングはキリスト教徒からの不平等な貿易に悩まされていたんだそうです。キリスト教徒との対立が引き金となって修道院の襲撃など野蛮な行動を起こすこととなって、悪名の方が先に世に広まってしまったのではないかと考えられているそうです。それではカードの紹介に移りましょう。6月8日のポケカレンダーはこちらでございます。せーの、バン。はい、ガラルニャイキングでございます。全国図鑑番号863番、ガラル地方で発見された新しいニャースの進化系。初代から登場しているニャースがガラル地方でまさかのリージョンフォームを獲得しまして、もともと伝説のポケモンを除けばクチートのアイデンティティだった鋼タンタイプを獲得してしまったポケモンでございます。こちらのカード特性鋼の精神でございます。このポケモンがいる限り自分の鋼ポケモンが使う技のダメージはプラス20されるというものでございます。そして3エネメタルクロー70ダメージでございます。鋼タイプの全体強化という優秀な特性を持っておりまして、この特性のおかげで自分のメタルクローも90ダメージを出せます。またこの特性は複数体で重ねることもできますので、ガラルニャイキングは4体並べば合計でプラス80ダメージとかなりの効果を期待できるポケモンでございます。進化前のガラルニャースはザシアンザマゼンタのボックスに収録された進化のおたけびのものがおすすめでございます。特性を使って山札からニャイキングを呼び出して進化させることができるのがとても優秀でございます。そしてこちらのニャイキングですけれども、ソードシールドに封入されたものではなく反逆クラッシュに再録された UR 版でございます。イラストレーターさんがプラネッタ辻さんでございます。3DCG を手掛ける東京の会社プラネッタに所属するイラストレーターさんでして、4月のポケカレンダーでご紹介したプラネッタの五十嵐さんに引き続き、今回で2人目のプラネッタ所属のイラストレーターさんでございます。 UR 枠ではモスノーや石炭山なども辻さんのイラストでございまして、スペシャルアート版のオーロット&ヨノワールのほか、ウルガモスやフライゴンなど通常イラストではなく SR 以上のイラスト違いをご担当されることが多いイラストレーターさんでございます。あとは昨年末発売されたスターターセット V では5種類中3種類の V ポケモンをご担当されました。プラネッタさんは2017年頃までは個々のイラストレーターさんの名前をカードに書いていなかったので、もしかしたら過去のプラネッタ名義のイラストでも辻さんがご担当されたものがあるかもしれませんね。他のプラネッタ所属のイラストレーターさんと比較しますと、硬い質感のイラストが多くて淡い色をあまり使わない傾向にあるというような気がします。この傾向で見ていくとカプブルル GX ですとかレジロック EX なんかはもしかしたら辻さんのものかなと思っているところでございます。といったところで6月8日はバイキングの日ということで、ガラルニャイキングご紹介させていただきました。それではまた明日のポケカレンダーもお楽しみに。はい、それではクチートチャレンジです。せーの、よいしょ。今回はライダイが出ました。有田光弘さんでございます。今回ねちょっとガラルニャイキングを持ってなかったので仕入れるのにちょっと時間がかかってしまいました。おかげで今日は日付が変わるギリギリの投稿になってしまって申し訳なかったです。ひとまず6月いっぱいはポケカレンダー頑張って続けようと思いますんで、皆さんチャンネル登録や応援よろしくお願いいたします。それではまた明日。